伝統ある大切な文化を横取りし、我が物顔をしているのは日本じゃない、韓国の方だ。日本刀や侍などは日本を象徴する文化として世界中から人気があります。昔と違って生活の中で武器を使う機会はありませんが、由緒ある伝統として現在でもとても大切にされていますよね。しかし今回ご紹介するエピソードには、それらの大切な日本の文化の起源が自国にあると主張する韓国人教授が登場します。韓国は日本のあらゆるものにおいて自国の起源だと主張することでも有名ですが、果たして今回はどうなのでしょうか。日本刀や侍が韓国起源だと主張する根拠は一体何なのか。そして日本の伝統を守ることはできるのか。ぜひ最後まで見て結末を確かめてみてくださいね。僕はフランス人のルイ。両親ともにフランス人で、高校生になるまでヨーロッパの外に出たことがなかったけど、気持ちだけはずっとアジアの方に向いていた。実際にアジアへ行くことはなくても、本やテレビで見るアジアの伝統がとてもかっこよくて憧れていたからだ。だからいつかアジアで暮らしてみたい、そして素晴らしい文化や伝統を肌で感じたい、強くそう思っていたんだ。そして19歳になった頃、僕の夢は思っていたよりも早く叶うことになる。僕は留学という形で1年間韓国に行くことになった。ずっと憧れていたアジアに行ける、それも1年間も暮らすことができるのだから、僕は毎日大興奮で、留学が決まってからは暇さえあれば、いや暇なんてなくても無理やり時間を作って韓国語の勉強をした。だから留学が始まる頃には完璧とは言わないが、日常会話ができるくらいには韓国語を覚えていたよ。普段は勉強が好きじゃないのに、自ら進んで机に向かっている姿を見て、両親はものすごくびっくりしていた。でも僕、好きなものにはとことんのめり込んでしまうタイプなんだ。だから韓国語を覚えるのは勉強のつもりはなくて、ただただ新しい言葉を覚えるのが楽しくて自然と覚えていたよ。そんな風にして順風満帆に始まった韓国での留学生活。フランス人の僕が韓国語を話せるのが珍しいのか、現地ではたくさんのクラスメイトが話しかけてくれて、すぐに仲良くなった。韓国の料理は少し辛かったけど、すぐに慣れたし、ずっと本やテレビで見るだけだった韓国の建造物や衣装を直接見られるのも最高だったよ。留学に来て1週間で、やっぱり韓国へ来てよかった。心からそう思えた。でも、ある日の授業中にとてもショックな出来事があったんだ。その日の授業はアジアの伝統文化というテーマで行われていた。まさに僕の好きなジャンルの授業だったから、いつにも増して集中して聞いていたよ。その中で教授が、では次は日本の伝統である日本刀と侍について説明しますと言った時、僕の集中力は最高潮になった。なぜなら僕は日本の侍文化が大好きだからだ。今回留学先を決める時も、韓国と日本で最後まで迷っていたくらい、僕は日本も大好きなんだ。結局韓国を選んだのは、留学先の学校の条件がより僕に合っていたのが韓国だったからで、そうじゃなかったら日本を選んでいた未来もあったと思う。日本の侍文化について韓国で聞けると思っていなかったから、教授がどんな話をしてくれるのかとっても楽しみだったんだ。でも教授の口から飛び出した言葉を聞いて、僕は耳を疑ったよ。日本の侍や侍が使う武器である日本刀はハリウッドでもテーマにされるなど、世界中で人気を博していますね。しかし実はあれらの日本の文化は全て韓国が起源なんです。思わず小さな声を漏らしてしまった。周りのみんなはそんなことに気づかず、教授の話を黙って聞いていたけれど、どうして？
みんなおかしいと思わないのだろうか。僕は好きなものに関してはとことん調べる性格だ。だから侍やその武器である日本刀のことはかなり詳しく調べて、起源や作り方などを知っている。もちろん知識が偏らないようにいろいろな文献を見たし、中でも信用性の高いものを選んで学んできたつもりだよ。だけどそのどこにも侍文化が韓国起源であるなんてことは書かれていなかったんだ。僕が混乱している間にも教授は話をどんどん進めていった。皆さんは日本の侍という人々を知っていますか？映画などでも取り上げられることがありますが、かつて日本では戦場で戦う人々のことをそのように呼んでいました。刀を持って戦う姿が珍しいと欧米を中心に人気を博していますが、そもそもこれは韓国の文化だったのです。韓国では日本よりも前から刀を持って戦う人々が存在し、それをサウラビと呼んでいました。どことなく侍と響きが似ていますよね。それこそが韓国が起源である証拠なんですよ。サウラビは韓国の素晴らしい伝統文化だったのに、日本人に横取りされたのです。サウラビ？韓国人には申し訳ないけど、韓国文化を調べている時にもそんな言葉は見た覚えも聞いた覚えもない。日本も韓国も同じくらい興味があったから歴史に関して調べてきたけど、韓国においてサウラビがそこまで重要な歴史なのか、そしてどのくらい信憑性のある歴史なのかも正直よくわからなかった。何より明確に示せる根拠もないのに日本人を泥棒扱いするのも許せなかったよ。でも教授はさらに話を続ける。そしてサウラビが使っていた刀はかつて朝鮮半島で作られ使用されていた進捗刀といいます。その名の通り、持ち手から刃先までまっすぐに伸びている形の刀をそう呼びます。そしてこの進捗刀は朝鮮半島を高句麗、百済、秦らが支配していた三国時代に日本に伝わったのです。日本ではその進捗刀をもとに改良していき、次第に現在の日本刀になりました。日本刀もまるで日本古来の伝統のように扱われていますが、それも朝鮮半島から伝わったもの。本来は私たち韓国人が誇るべき文化なのに、こちらも日本人に我が物顔をされているというわけです。正直教授の話を聞いてとても気分が悪かった。もちろん文化の起源なんて残された文献を頼りにするしかなくて、真実なんて誰にもわからない。だから解釈が何通りもあるのは仕方のないことだと分かってはいるんだけど、でもそれにしたって日本には日本の言い分があるはずなのに、日本人を悪者かのように扱う教授の言い方はどうかと思う。そもそも教授の言うことは本当に真実なんだろうか。少なくとも僕が知っている歴史とは全く異なっている。ただ相手が教授なだけに言い返す勇気はなかったんだけど、でも日本は他国の尊重すべき文化を横取りし、まるで自分のものかのような顔をするひどい国です。皆さんのような若い世代の人には自国の歴史や文化を正しく理解して伝統を守っていくという役割があります。今日話したことをきちんと覚えていてくださいね。その教授の一言があまりにも納得できなくて、僕は立場も忘れてもう我慢できなくなったんだ。ちょっと待ってください。僕は気づいたらそう言ってその場に立ち上がっていた。教室中のみんなが驚いた顔で僕のことを見て、教授も僕に視線を向ける。どうしましたか？教授にそう尋ねられた時、正直すごく緊張したけど、ここまで来たらもう日本の名誉は僕が守るしかないと思った。だって教授はさっきからさも韓国起源の歴史が正しいかのように説明している。韓国ではそれが正しいと考えられているのかもしれないけど、少なくとも僕の知っている事実はそうではない。それにもかかわらず諸説ある、
という事実を無視し、自国に都合のいいことだけを話しているくせに、日本は文化を横取りするひどい国？歴史を正しく理解する？正直言って、どの口がそんなことを言っているんだと思ってしまったよ。生徒に正しい歴史を理解させたいのなら、僕がこれから話すこともきちんと教えるべきだと思うのだ。僕は韓国も日本も含め、アジアの伝統や歴史が大好きで、今まで様々な文献を読んできました。しかし、恐縮ですが、今教授が話されたような歴史は一度も聞いたことがありません。それは韓国独自で都合よく伝えられている事実ではありませんか？僕の今までの知識によると、侍も日本刀も日本古来の文化です。そもそも日本で刀が作られ始めたのは紀元前9、8世紀頃、日本の弥生時代と呼ばれる頃で、先ほど教授がおっしゃっていた三国時代よりも前ですよ。これでは刀技術が朝鮮半島から伝えられたという話の辻褄が合いませんよね。フランス人である僕がここまで日本のことに詳しいなんて教授も想像していなかったんだろうね。目を丸くして信じられないという表情で僕のことを見ていたよ。でも我に返ってすぐに反論してきた。な、外国人留学生のあなたが教授の私に知識で勝るつもりなの？そんなのデタラメでしょう。知識で自分の方が上だと反論してくる割に、中身のない反論をしてくる教授。やっぱり根拠なんてなかったんだ。それが分かって僕はさらに畳みかける。それから侍の語源も韓国のサウラビが由来だというのは間違っていると思います。日本語にはサブラウという言葉があり、それは人に仕えるという意味です。侍は将軍など地位の高いものに仕え、国のために戦う存在であったことからそう呼ばれるようになりました。そもそも刀が韓国から伝えられたという事実がなければ、サウラビという言葉だけ日本で取り入れられたというのは不自然でしょ。これも事実とは異なり、韓国に都合よく後付けした嘘の歴史としか思えません。僕の言葉を聞いて教授は顔を真っ赤にして怒り出した。あなたは自分が何を言っているか分かっているの？韓国に対する冒涜よ。そんなことをするためにわざわざ留学に来たの？でも僕は不思議と焦りを感じなかった。だって僕は別に韓国が嫌いでこんなことを言っているわけではないからだ。それは違います、教授。僕は韓国が好きで、韓国の伝統や文化を学びたくて留学に来ているんです。だからこそ教授の今日の授業はショックで仕方ありません。正直がっかりしています。自国の伝統を正しく理解し、後世に伝えていくことはとても素晴らしいと思います。ぜひそうしていただきたいです。でも僕が暮らしていたフランスをはじめ、欧米で侍文化が日本のものだと広く知られているのはなぜだと思いますか？現在残っている文献や知り得る範囲での知識の中で一番信憑性の高い侍文化の起源が日本だからです。それなのに韓国だけ本当は韓国が起源だと言い張るのは、正しい文化を理解していると言えるでしょうか？それでもなお生徒たちに韓国起源の歴史を伝えたいのであれば、日本起源だという以上に信頼できる根拠を明示するべきではありませんか？僕がこんなことを言うのは韓国が嫌いだからではありません。好きだからこそ偏った伝え方をするのはおかしいと思っているのです。生意気なのは重々承知している。でも韓国も日本も好きな僕はとても教授の話をスルーできなかったんだ。教授だけでなく周りの生徒も大半が韓国人。もしかしたら今教室にいる全員が僕に敵意を持っているかもしれないと思うと怖かった。でも確かに正直侍文化は日本のものだと思っていたよ。俺は韓国が好きだけど、嘘の歴史を教えられると将来困るから嫌だな。友人の韓国人学生がそんな風に言ってくれたから心から安心したよ。自国を愛することと自国に都合のいいことばかり言うのとでは似ているようで全然違う。仲間がそれを分かってくれてすごく嬉しかった。
今日の授業は終わりです。教授は悔しそうな表情で逃げるように教室を出ていった。正直今後あの教授とは気まずくなるけど、僕は後悔していないよ。日本人はこんなこと知る由もないだろうけど、こうして大好きな日本を守れたことがなんだか誇らしい。そして韓国の同世代の子たちの未来が少しでもいい方向に向く手助けになっていたらいいな、なんて少し立派すぎるかな。他国の文化を横取りして我が物顔するのは韓国の方だろう。そしてそれはいつもいつも失敗している。逆に評判を下げているからやめた方がいいと思う。いやー、この青年はまるでヒーローみたいだね。いや、侍と言った方がいいか。強い相手にでも物怖じせず立ち向かう姿、とてもかっこいいよ。侍文化は日本以外考えられないよ。横取りしようとする神経がわからない。侍や日本刀は日本の象徴とも言えるくらい伝統ある文化です。それが韓国起源だと主張されているなんて少し驚きですよね。しかしエピソードにもあった通り、起源については文献を遡って知識を得ることしかできず、事実を確かめることは不可能です。だからこそ他国の伝統や文化を尊重し大切にし合う心が大事なのではないでしょうか。皆さんはこのように時々勃発する起源説についてどのようにお考えですか？ぜひコメント欄で意見を聞かせてくださいね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんの意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。